こちら S5、越後春日山神社、春日神社の、竹でございます。竹というのは不思議な植物で、すごい太くて、かなりすごい頑丈なんですよね。また木材と比べまして、かなりその構造が違いまして、見た目とかも。この植物がどのようになっているかというのは、私はすごい気になっております。